こんにちは、ブルーホースです。 K カップですね、やっていきましょう。もう K カップまで行くとね、もう本当にそれを支えることのできる人がいるんだろうかっていう話だよね。なんかもはやさ、それ専用の下着を買うというよりもさ、その父を支えてくれる人をさ、なんかもう片父ずつ雇って、で一つずつ一つずつこう手に持ってさ、こうボインボインって誘ってもらうじゃねえや。誘われるけどさ、普通にね。で、あとね、多分ね、あれできなかった、普通に。で、あとね、シンプルに思うけど、そのサイズまでなってくると、なんかもう人殺せるよね、多分ね、窒息死させられるよね、きっとね、おそらくね。ね、うずうべて芝居がさ、もうさ、で、しかもさ、ほら、手で締めるとかじゃなくてさ、要はさ、柔らかいもので始末するわけじゃないですか。ってことはさ、多分ね、あーということはきっと、あ、ちょ待って、ちょ、恐ろしく下手くそだ。あ、ちょ待って、1位がね、混戦になるとこれ1位が誰かっていうのが分かってなるんだよね。あ、なんか急に1位になってる。うん。そう。でね、だからまあ、人を殺すんだったらおっぱいで殺すのがいいんじゃないって思ったりもするけどね。うん。まあ、それはでもやっぱりあれだよね、K カップ以上の特権というか、そんな感じになるんだよね。あ、ちょっと待って、アイテムが取れない、非常にまずい。よいしょー。あ、ちょっと待って、1位どこ？あら、俺が1位だった。1位になっちゃった。混戦になるから、すごいあれなんだよねー。よいしょー。ほい。ちょっと待って、でね、そうなんだよ。スターとかさ、キラーとかに引き殺される可能性が非常に高いんですよね、これ。怖い。ほんで、もう一個スターぶってやがるし。キンキンに冷えてやがるー。ちょっと待って。誰か引いて。あ、ちょっと待って、俺を引くな。ちょっと待って、一発目もお見舞いしたい。セカンドハーフ、くそー、やり直し。戻ってきたウルトラマンとは、私ことブルーホースワルイージザワスでございます。これできればインを行きたいんだけど、インってどうやったらいけるんだろうな。イン中に入っちゃうぞ。こうずっとこうしといたらいいのか、むしろなんかね、なんかずっとこうインを攻めて、なんかこのコースをね見てるとね、あれですよ、尼崎の協定場を思い出す。うん、ブン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 。あ、ちょっと遅い、これちょっと遅い、ちょっと遅いところ、かなり遅い。こうしといて、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 そう、いい感じ。さっきと違ってなんかもうすごいスムーズにいってる気がしない、気はしなかったっすね。はい、気悪くせんといてや、スターで引くのやめて、スターで引かないでね。あ、よかった。なんかスターじゃないけど、誰かに引かれた記憶はある。おい、よいしょと。ほんで、また赤コーラが来ているから、そいつは逃げていきましょう。ほい。で、今5周目ですね。なんかやっぱりあれだね、なんか怒りに任せてさ、あー、俺に当たるんかい。ちょっと怒りに任せてベラベラ喋ると、前回も喋ったけど、すごいなんかこう、成績が良かったんだけど、なんかあれだね、普通に、おっぱいの話し始めた瞬間にさ、クソみたいな成績になったよね、本当に。やっぱ、話はあれなのかな、やっぱ、マリオっていうのは、健全なゲームだから、ちょっと、うん、なんか NG をこう、ゲームの性能的に浴びせてきてる可能性があるよね。はい。よし、OK。じゃあ、はい、今度は楽勝で1位だよね。あ、よかった、危ねえ。なんか最後の最後に誰かに抜かれたのかと思った。で、誰が2位だ？キーのピカリ、あ、じゃあだいぶ話したね。半周分くらい話したかもしれないですね。はい。まあ、俺 A1 ランクだからさ、うん。協定所行くときにね、ビギナーズラックをもらいたいときはですね、とりあえずね、A ランクか A、じゃあ A1 ランクか A2 ランクの人を選んだときは、なんとなく1位と2位に当たる。あとはまあ、1から6レース、6コースまである。1コースから2、6コースまであって、まあもう1の A1 だったらもう、ほぼ間違いないと思ってもらえたらいいんじゃないかなと思うけどね。はい。周りが B2 とかの、周りが B2 ばっかりだったらの話だけどね。まあそうじゃなかったとしたら、ドンマイ。こうチーズランドってね、これを見るとね、ウォレスとグルミットを思い出すんだよね。ウォレスとグルミットのさ、最初の作品がさ、宇宙にあるなんかチーズでできた星に旅にチーズを食べに行くっていう、そのウォレスっていうね、なんかちょっとよくわかんない、なんか小峠みたいなやつ、小峠優しいバージョンみたいなやつ、うん、と犬のねグルミット、うわ嘘、降りてくんのかバーカタレ、そう。まあ、犬のねグルミットっていうのがいてね、まあ、しっかり者のグルミットと、なんかちょっとぽっちゃりしてるの、むしろガリガリなんだけど、むしろガリガリの、ウォレスがね、コンビで活躍するっていうね、多分ね
みんな見たことある、名前はわかんないけどなんか見たことあるよっていう方は多いんじゃないかなと思うんですけど、まあまあそれがチーズ行く話があるんですよ。でチーズ行ったらそこの番人みたいな、なんかあの自動販売機とテレビが合体したみたいな感じの避けようと思ったけど全然できなかったね、はい、みたいなやつがいて、でそいつがあのチーズをあの取られて、あのすごい激おこプンプン丸になるんですよ、うん、だけど最後はなんか念願だったスキーに乗ることができて満足して、でまたおいでねって手をブン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 振って終わるっていうね、そういうなんかまあまあまあ作品があるんですよ。ウェイ、まあ、吐き出すコインもありゃしないとってね、なんかムカつく、お前がカートに乗ってることがムカつく、違うだろお前が乗るのはエコナだろ、なんでお前人命の力に頼ってんの、お前はいつまで、このダクキノコ、ちょっと待って、なんかすげえ下手くそなんだけど、まあ元々下手くそだけどさ、そんな知ってんだよ、よいしょ、ちょっと待って、ちょここでキノコ違うな、これ下手くそなんで当てるの、よいしょよいしょ、おーい、ラスト一発、オッケー、うまかった、でもアイテムは取れない、インを攻めて、よしよし、トントン、コインが果たしてどこまで使えるかっていうのがね、いまいちよく分かってないんだよねーって、嘘だろ、やばい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 、もうこのカッパすでにね、もう一回終わってるから、一回終わっちゃってるから、おいいね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 、さあ俺の後ろに来い、さあ俺の後ろに来いと思ったけど、これを使おう、これを使った方が早かった、はい、お疲れ様でごちそうさまでした、あれなんかルイージがものすごい後ろにいる、結局4位になってやる、動物の森でね、あのこれ動物カップでさ、 K カップまで来てるけどさ、あの普通に考えたらさ、このマークをなんかタヌキチとかにしてくれた方が動物っぽいって感じするんですよね、まあまあ家具の形だからわかるけどさ、動物の森もあの動物の森プラスから僕デビューしましたけど、初めてやった時さ、ほらあの当時さメモリーカードっていうのがあったじゃないですか、でメモリーカードがあれ 何メガとか何ギガとかっていうレベルだったっけ、忘れちゃったけど、あれびっくりしたもんね、最初にその初期で買った時のメモリーカードの容量が全く足りなくて、とりあえずセーブできないけど遊ぶみたいな感じになって、まあ弟の誕生日だったか守護さんのお祝いだったかなんかで買ったんだけど、うん、ねえ、あの当時はそんなに容量の重いゲームがあるものかって言って、初めてあの黒いメモリーカードを購入しましたもんね、よいしょー、ほい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 、よいしょー、ほい、よし、いけ、あー、乗れない、なんかそしてすごい危ないのがいる、そして私はこっち、ゴーイングマイドイン、なんか兵こいて文明の力に乗ってるやつがいる、すげえ音が汚ねえこいつ、卑怯者、雷ボンバーめ卑怯者、よい、あ無理なのか、小さい時は無理なんだね、オッケー、まあ、子供リンクの時のね、あの弓は乗れなかった、なんかあいつ早くね、もしかしてコインをいっぱい持ってんのかな、お前はルーピーで我慢しとけってんでいい、畜生、あーまた後ろにリンクのバナナが引き下げられてる、後ろリンクのバナナが引き下げられてますよ、うんね、なんか いろんなね実況をやってて、いろいろ思うことはあるんですよ、うん、まあゲーム楽しいなとか、子供か幼稚か、いや そんなことではなくてですね、同じことをなんか念を押すように2回言うっていう癖が非常に強すぎて、なんかもっとたくさんのトークを面白おかしく、そしてテンション高く喋れてたらみんなも楽しいんじゃねって思ったりするんですけど、まあ、残念ながらね、全然ね、もうね、何年ゲーム実況やってるのか分かんないけど、まあここは最近任天堂のゲームやるようになったけど、まっ成長してないよね、どうやったら成長できるんだろう、誰か僕と一緒にゲームを踊りませんか、うふふちょっと一周回ってリンクぶち殺してくんないかな、あれでね、まあ青コーラみたいな感じでさ、赤コーラもたまにはさ、俺っち気合い入れそう、なんでおかしいことが起こった、ちょっと待って、これギリギリじゃないか、これ結構ギリギリの戦いじゃないか、あやばい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 、待って、逃げ切れよ、はぁー、あーまあマリオカートの面白いところっちゅうのは最後の最後まで勝負が分かんないってところっすよね。
いやまあ裏でさ、これさまた戻したりとかって一生懸命頑張ったりとかするんすよ。そうするとさ、やっぱりこうなんか結構ね、まあ一発で今回戻るってこれたから、ああよかったなーって痛いっていうことはあるんだけど、ほんとね、まあ割とギリギリの戦いをやってるよね。なんかこんな難しかったっけデラックスって。まあ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 、ずっとね1位取ることができてないからとか、早いなトップ4は。あ、俺もそうだった、 俺はそうだった。うん、まあ、そんなのどうでもいいんだけど、よいしょよいしょよいしょ、おい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 、よいしょ。でこっちで、やっぱこれね3つ乗れたら楽なんだけどね、乗れないこともあるからね。うんこ巻き散らしてるやつとかもいるしさ。オッケー、はい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 、愛の歌、イエ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 イ。これやっぱここってっインサイド攻めていく方がいいのかな。なんで俺なんだよ、食らえよ。あれあれ、ルイージ食らってない、あいつダメじゃね。爆発の範囲が狭すぎたってことか。あいった、いやいや慌てるな、まだ慌てるような時間じゃない。落ち着け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 、ほいほい。まあ、どうせまたキノコ出てくるでしょ、緊急の。でもあー一個か、しかもなんか前に爆発物、もう一番爆発物が似合うやつがいる。おい、ジュギムを助ける気がないでしょう、コインな持ってないんだもん私。おほほほ、最近ゼルダをやりすぎてね、はい、もうなんか普通にオカマになってきてる。うまいな、絶対俺があれだろう、まあショートカット使おうと思ったタイミングでっていうのを見計らってただろう。誰かスパイがいるな、スパイやつだぜ本当に。踏みつけてやりたいなあいつ。でも踏みつけたところでな、ピラピラになるところか、普通に走ってくるもんなあいつな、本当に。よし、じゃあちょっとで、まあ残り1周でもな、さっきなこのラスト1周でボコボコにされたからな、油断しちゃダメ。そして2周目で俺いったらここ落ちてくから、さらに注意しなきゃいけないですよ。はいね、よし、ギリギリを攻めて、ギリギリのギリ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 チョップ、ギリギリチョップ、ギリ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 。全言撤回、別に好きじゃないです。はい。なんか、それを言うと、なんだろう、頭にそれがちらついてね。やばいことなんだ。さあ、動物の森やっていきましょうか。みんな動物の森どれが好き？結構、町森が好きだったな。町森から結構その汎用、なんかもう、どんどん下手になってってる。そう、なんか町森あたりからだいぶその、なんか全体のその、はーん、あーん、要請が高いというか、そんな感じがするんですよね。うん、まあ E プラスが、まあでもなんだかいいって。おいでよ動物の森は、まあ DS っていうこともあって、なんかなかなかね、こう争奪戦が激しくて、一緒にでき、家族が、まあ弟とか結構ねベラ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 ってやってたこと多かったけどね、俺はあんまやらなかったな。おいでよ動物の森は、まあ部屋の一角だけもらって、みんなが寝静まった頃にシコシコやってたって感じかな。誰も興味ない話だけどね。よいしょー。ああ、リセットちゃんが怒ってるよー。じゃあ、はい、シズヨ戦頑張ってんな。よいしょー。じゃあ、シズヨッチが頑張って、あいつ何な、名前なんだったっけ。結構ね、キャビアとかがね、なんか初期の頃とかね、好きでよくつるんでたね。つるむってなんだ、つるむって。動物の森でつるむとかないからね。あ、やばいやばい、ギリ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 。よいしょー。ほんで、これちなみに、パックンって、あれ、あれ食べて、あー、パックン、お前のことは忘れる、忘れるのかよ、一本取られたって。あ、たぬきち、ちょっとお前のマークが良かった、たぬきちさん、動物カップね、え K カップ、 K カップ、よいしょ、ほい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 。あー、でここでコインか、まあ悪くはない。あれ赤コイン誰か当たった、赤コインじゃねえ、赤コインはあれだ、8枚集めてスター手に入れるやつだ。トゥ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 ルトゥ、まあ、スーパーマリオもね、もう実況終わってますからね。はい、まあ、楽しかったよ。まあ、120枚スター集めろって言われたら、もう、あれですよ。絶対嫌だよって答え言うけど、うん。もう、もうやってられない、やってられない。まあ、コイン100枚集めるとかもゲー吐きそうだもんね、本当に。まあ、そろそろ新しい実況ね、いろいろと織り交ぜていきたいな、なんかと思ったんですけど。まあ、なんか64系でこれやってほしいみたいなのがあったらね、またリクエストもらえたらすごく嬉しいんだけど、
まあ、あのやったことないゲームにチャレンジするっていうのも一つあるのかなと思ったりするけどね。なんか F0 とかさ、なんかモーターボートレースとかエキサイトバイクとかね、走る系ばっかりや。はい、ということで無事 K カップもクリアすることができました。よかった。レブということで、K カップの次なので、L カップですね。もう L カップまで来たらもう未知の世界すぎてね、もうなん窒息者が何人出るんだっていう話のレベルになってくるかもしれないですけど、まあまあまあそんなことも言いながらですね、はい、まあ順調に順調に、あのまあちょっと今回はね、あの2回下ってしまったんですけれども、まあそういうこともね、あるよということで、まあ、あの流して許していただけたらいいんじゃないかなというふうに思ったりもします。まあまあまあ楽しいですよね。やっぱマリオカートってね。はい。これで友達がいたらね、そしてオンライン対戦ができたらどれだけ楽しいかってことなんですけど、下手くそらしい友達もいないしっていうことで、寂しい32歳なんですっていうことは、まあそんなのどうでもいいんですけれども、まああの、こういったオンラインプレイでね、あの、一緒に遊んで、あ、やってもいいよっていう方はですね、あの、僕の方のね、あの、チャンネルにコメントとかね、あるいは X の方の、あの、DM なんかもいただけたらというふうに思いますんで、はい。ぜひよろしくお願いします。では、今回のパート以上です。チャンネル登録ボタン、グッドボタンよろしく。ではまたお会いしましょう。バイバイ。